こんにちは、さくやです。本日はですね、最強でんでんっていうアプリやっていきたいと思います。こちらのゲームはですね、昨日の前ぐらいにね、配信リリースされましたゲームなんですけど、いやこちらね、皆さん聞いたことない、このカタツムリのゲーム。このゲームなんですけど、YouTube のね、ゲームの動画見てたら、もうほぼ確実に出てくるんじゃないか、本当にお世辞抜きに2回に1回ぐらいの確率でこのゲームの広告出てくるのよ。いやこれ本当ね今すぐ出そうと思ったら出せるぐらい、ものすっごい広告の数をね、これ量産してきて、俺もうね、気になってね、事前登録しちゃいましたよもう絶対やんねえと思ってたんだけど、いや俺広告のゲームとかよくやるから、今回もう絶対これやるしかないじゃんっていう。今まで結構奇世界のゲームの広告とかさ流れてたんだけど、もうその日じゃないぐらいね、めちゃめちゃにね、こうね、熱弁されてたんで、もう逆にやるしかないでしょっていう意味でやっていきます。キャラっぽいの、こういうね、なんか世界観もすごく良さそうなんですよね。この一番上に乗ってる片隅めっちゃ可愛いね。やっていこうか。ちょっと音量下げて、まあ、どういうストーリーなのかも俺全然分かってないからね。この物語はフィクションです。現実世界と似ていてイントネーションおかしいって。真に受けてはいけません。登場する地名や人物、実在するものとは一切関係ありません。うん、そりゃフィクションじゃないと逆に怖いわ。西暦2120、もう未来だね。未来はこんなんなってんの世界は未知なるエネルギーの攻撃を受け、どう関係してくるんだろうね。最強伝伝でしょ。すべての都市は、焼け野原と化した。はい、もう新聞ですね。文明は絶望の危機に瀕している。生物絶滅率 99%。 何が残ってんの。あ、分かった、何が残ってるか。あ、ロボットもやられてんだ。でロボットすらやられてしまったんだけど、残っている生き物があるんですよね。生き残ったのは、わずかな、下等生物のみ。バクテリアとかね。出たよ、カタツムリ。なんでカタツムリが残ってんの。しかもさ、下等生物だけどめちゃめちゃでかいんだよ、このサイズ。そんな彼らを待ち受けているのは絶望だらけだった。それ絶望だろ。こいつ夜にかけようとしてるもん、このカタツムリ。今夜にかけようとしてるもん、一人で。何、まさか運命に屈するつもりか。屈服する、諦めない。諦めないでしょ、やっぱり。うまく引っかかったな。お前は世界が滅びた理由、その原因を知ってるか。知らない、いきなり始まったもん。まず自己紹介をさせてもらおう。私は、地球の意志ガイアだ。100年前、なんて読むんだ、奥近くで突然八柱の魔人が誕生した。なんか鬼滅の刃岩柱とかあんのかな、声柱とか。奴らは密かにエネルギーを蓄積し、ついに、地球に大惨劇を起こした。おっと、これは何、これ誰。いろいろなんかキャラクターが出てきますね。カタツムリじゃないけど、全然主人公がカタツムリみたいな感じかな。ああ、なるほど。なんて言ったなんて言った君で、こいつらヤマト。あ、いろいろ自己紹介ね、これ。あ、これ日本語じゃないわ、みんな。あれ、日本のゲームじゃないこれ。あいしょ、九州、九州って言ってるね。俺が翻訳しようか。今日のボーナスは0円。何も言わないんかい。で、こちらはディアイネーションって言ってますね。で、ラスト、これ一番強いんじゃない。うお、やば、手がめっちゃ生えてる。読めないな。魔人八柱衆ね、こいつらがラスボスみたいな感じかな。私も力を及ばず、この眼球だけの姿となってしまった。なんで眼球だけ残ってんの。大惨劇を防ぐためには、時空を破壊し、お前を100年前に送るしか手立てはない。まだ魔人が生まれたばかりの時代ならば、奴らの力も大きく、あ、なんかあれ敵なんだね。なるほど。課金をして自分を鍛え続き、奴らを倒す。課金？え？課金？
え、課金ってあのゲーム内課金の方だと俺ちょっとビビるよちょっとビビるけど、地球の未来はお前にかかっている。行け、一刻も早く魔人を倒すのだ。え、課金ってえ、いきなりこれ課金推奨ゲーとかだったら結構さ逆に面白いんだけど。で、行きます。あ、これ無料ダウンロードできるんだけど有料のゲームみたいな感じかな。そんな感じ。おっと、なんか育成ゲームみたい。お茶魔弱視いるね。いすぎだろ。んで、おっと、タイムマシン、ピッピッピ、タイムマシン、インテリジェンスプログラムだ。はい、どうやらこのジャンプでは波動関数の崩壊は起きなかったみたいだね。体がバラバラになるかじゃいるかじゃな。ほとんどのデジャブじゃ失敗して、フィードバックループによる粒子崩壊で死ぬ。まあ君は知らなくていいことか。とにかく手足のある状態の君とこうして出会ってよかった。さあ本題に入ろうか。この、コミュニケーターは、ピンクの生き物で。あれ、コミュニケーターはどこ。いつもならすぐ近くにあるはずなのに。コミュニケーターって何。まあ自分でやるしかないな。このマニュアルをよく読んでけ。はい、何、マニュアルを読まされるって感じかな。キノコとか生えてるね。何これ、キノコは知ってるよね。タップして拾えばいいよ。あー、拾えた。あ、育成ゲームなのかなこれ。育成ゲームっぽいって言ったけど、おたま、あ、おたまじゃくしも拾えた。え、おたまいくら、おたまいくらって何。3855匹もいたいろいろなんかツッコミどころあるけど。で、これ新聞紙でしょ。あ、ごめん、新聞紙を拾った。で、あ、これ拾っていけってことかな。いろいろ加工済みの石、いろいろ拾っていきつつって感じか。タップしてたらいいのかな。キノコでもなければお玉や雑貨でもないから。ああ、なるほどね。最強でんでん、最強の部分何。でんでん、でんでん虫だけ生きてたから最強ってこと。あ、なんか拾えた。木材拾ったが、虫食い穴だらけだった。そうかな。いや、全然そんなことないけどな。なんなら無傷だけど、この木で。とりあえず、あ、マニュアルリッパーとりあえず終わったんで見ていきましょうか。サバイバル訓練完了で、やっぱ育成ゲームっぽいのかな。裸のお姉さんゲットしましたね、ピース。んで、ちょっと可愛いのがムカつくな、このでんでん。でもこんだけ熱弁されたから相当面白いんだろうな、このゲームわかんないけど、俺動画他の人の見てないから。ハロー、聞こえる。こちらタイムスリッパー。可愛い。え、この子めっちゃ可愛いんだけど。え、キャラめいいじゃん。なかなかキャラのさ、デザインなんか俺結構好きだけどね。こちらタイムリッパー本部、私はコミュニケーターの春姫よ。落ち着いて聞いて。タイムスリッパーあなただけじゃないの。あ、そうなの。今までに85769人受けて。あ、これあれじゃない、事前登録した人の数とかじゃない。あ、絶対そうだ。それかこのゲームをプレイした数。単体の生物が、魔人に挑んだ場合、生存率は 0.1% 未満だから、大量の雑魚キャラを集めなければいけないの。数が多すぎるからワンストップ管理をしてるのよ。さあ、まず個人情報を記入。個人情報、なんか住所とかやめてね、住所を入れるとか。地球救世主ジャジャ名前入れていきましょうか。でんでん12355って何。12355人目ってことかな俺。はい、最強サクサクでいきたいと思います。俺サクヤって名前なんですけど、まあ最強でんでんにちなんでいきましょう。最強サクサクでいいの。そう、私は何でもいいけど、あなたが恥ずかしくなければ。恥ずかしいです、すいません、恥ずかしいですこの名前最強でんでんの名前何にしたって言った時に俺答えられないもん、恥ずかしすぎて。じゃあこれでいきます。最強サクサクでいきます。個人情報がシステムに登録されたわ。あなた、これであなたがたとえ死んでも名前だけはみんなに覚えてもらう悲しいこと言わないで、そういうのはね言っちゃダメなの、この古い基地は組織からあなたへのボーナスよ。お、なんかくれるみたい。はい、彼女は、失踪する前に一つのメッセージを残した。ソウルの近くで魔人の活動、じゃはいこれはとても重要な情報よ。ソウルはここから遠くない。組織はあなたを派遣して調査することにしわ。クエスト情報は昨日のうちに秒達で送ってあるわ。さっさと荷物をまとめてすぐ出発。結構あれだね、なんか可愛いんだけどきつめだね、言うことが。どのキャラクターもピッピッピ。宅配便が届いたよ。アマゾンかな。
まず何頼んだの？結構古びたもん頼んだな。説明してる暇はない、さっさと出発行こうかな。とりあえずこの方位磁石やってOK 出発、情報探索開始。これどういう感じ、あーでもやっぱ育成ゲームっぽい気はするな。最強伝伝、まさかの育成ゲームっていう。でも話が結構しっかりしてますね。よし、ようやく行ったが、時間を見るにまた次のが来そうだね。あ、伝え忘れたわ。近頃の魔人の殺し屋はますます強くなっているって。で、あ、何これ最強伝伝、これ最強伝伝。強っ、何強このお姉さん。ファックって言ってダメだよ、そういう言葉使ったら。何強すぎる、え、何強いってこのお姉さん、何やばいやばいやばい、ドローンみたいな、もう何これ、ちょっと面白いんだけど、これやばい、グロいグロいぐらい、これ良くないって、グロいグロい、なんてや、なんやばいやばい。ごめんなさい、俺究極的に絶望的に俺読むの下手なんで、今頃言うんですけど、絶望的に読むの下手なんで、ちゃんと内容理解したい人はなんか、うん、多分理解できないと思う、俺が読んだら。なんて乱暴な奴らなの、私に手を出すなんて。私はこのゲームのメインキャラクターなのに。いや、もう乱暴なのはお前だよ。明らかに乱暴なのあなただからね。私はこのゲームのメインキャラクター。マジで最強伝伝って名前なのに。ちょっと伝伝節のことが心配だな。 99% のスタイプスリッパーが、1日目で脱落してるのよね。何、どうした、どうした、え、嘘、マジ、誰、ようやくこのネズミを排除したと。これが主神を敵に回した罰だ。偉大なる神は、自ら開発したタイムマシーンの投納者に、この私はじゃんじゃんな、そして私は時空を超えたお前を阻止しに来た。何やらメモがある。最強サクサク、どうやらまた運の悪いやつがいた。最強サクサク狙われるって、これね、こいつに。なんかダース・ベイダーのなんか手下みたいな、ダース・ベイダーのなんか剣が光ってないバージョンみたいな。座標は近い、寄り道していくか、その時がお前の最後や、ふふふ。あー、なるほど、俺はこいつにやられるわけね。やられちゃったらでもさ、俺弱いじゃん、その最強デンデンって言われたもん。デンデン虫だよ、ただの俺。とりあえずパック開く。さっき拾った古い新聞、あ、なんかいろいろゲットできるっぽいね、こうやって。ソウルにいて未知の生物に関する報告3機ありました。なるほど、こういうので、やっぱ本当に育成ゲームって感じのゲームなのかな、この感じ。あ、またジョーラのおばさん、おばさんじゃない、お姉さんゲットしましたね。はい、で俺の最強伝伝どこ行ったの、俺の伝伝どこ、タイムスキップ、ピー、君に2つ お知らせがあるよ。いいのと悪いのどっちもあるんだけど、先に悪いの伝えてね、先に。まず、あー、分かってますね、はい。分かってますね、この本じゃねえや、基盤ね。このマシンには機関プログラムが搭載されていない。え、帰ってこれないってこと、君を送ってきたやつは元の時代に返す予定はなかったみたいだ。次にいいお知らせ、なんとこの機体の充電パネルがまだ使えることが分かった。毎日少ないけど時間加速器、あー、なるほどね、これで育成早めで出るよみたいな。ほら、これを持っていけば素早く探索できるから、一定時間ごとに受け取りに来るんだ。なるほどね、はいはいはい、なんとなく分かりましたね。え、帰ってこれないんだ、一回送ったでんでん、そんな感じのこと書いてあったよね。やばくない、おー、すげえ、走った、ほら走れるんだね、こうやってわーってやったら、はい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 、やるじゃん。何これ、魔人細胞獲得、魔人細胞、でんでん虫の進化に最適な、うん、なるほどね、これで、あ、最強でんでんっていう、まあ最強にしていくのかな、このでんでん虫を、カタツムリをね、カタツムリを最強にしていって魔人に挑むみたいな、そんな感じなのかな。はいはい、なるほどね。でまあいろいろこうやってなんか同じことやり続けて、毎日ちょっとずつやっていくみたいな、やっぱゲームだよね、こういう系統。あ、何？
あ、なんかおじさんとバトルなんだ。魔人宗教師教師教師読めてないっていう。頑張れ、いいね、俺のデンデムシ強いじゃん。なんかゲットしたよ、トランペットみたいな。ビリビリしてるよ、ビリビリ。大丈夫、進化できる、進化しよう、進化しよう。遺伝子進化、捕食システムは生き残るための鍵で、これで今すぐ進化しようか。んーで、なるほど。なんかすごいね。なんかデザインは結構いいっすね。俺結構好きっすね、デザインは。ネタ要素もね、ちょくちょく入ってくるって感じかな。んーで、どうなる、あ、どうなる、これで。どうなる、どんな感じ、かっこよくなんのかな、めっちゃ。え、キモ。